はい、速解読の久保です。今日の暗号通貨、なかなか動きがあって面白くなってきましたね。これから本格始動するんじゃないかと思いますけども、まあ画面を切り替えて、まずはリップルから見ていきましょうか。XRP の方ですね。最近何かと話題のリップルですけども、ここでね、手放すのか、それとも我慢して持つのかが勝負の分かれ目になると思いますけども、これはね、一時的な価格の急落なんでしょうか、それとも価格が急騰した後の急落なんで、それはイレギュラーとして忘れてしまった方がいいんでしょうか。考えてみればずっと20円台で推移してましたからね。だから元に戻ったと言ってもいいわけなんですけども、何だったんでしょう、一瞬75円に上がった急激なクレバスっていうのは。まあ今リップルをね、皆さんご覧いただいてると思うんですけども、価格26円ですね。で、ちょっと下の方をチャート見ていくと、また価格ドンと上がってるわけなんですよ。24時間でね。これを14日足にしてみると、確かに40円のところから落ちてきてます。30日で見てみると、さらにね、60円台から落ちてきてるんで、全体的にこうやって見ているとね、ほら、これ山ができてるでしょ。山ができて、まあ、およそ1ヶ月弱なんですけども、高値をつけていたわけなんですよ。そこに来て、大きな値下がりきたのは SEC の訴訟問題が起きてきたということだと思いますけども、さあどうなんでしょうね。訴訟ってのは急に起きるわけではなくて、その予兆があるはずなんですよ。その訴訟の予兆があったのに、こんな長い間価格が上がってるもんなんでしょうか。そしてこの訴訟は、SEC が完全にリップルを潰すというふうなね、勢力で来ているというふうに分析する人もいますけども、果たしてそうなんでしょうかね。ちょっと何とも言えないところだとは思うんですけども、皆さんどう思われます？私もね、これね、考え方が2通りあるんですよ、いつものように。リップルはこのまま堅調に推移を見せていって、値段をね、上げていく、人々に使われていくってところと、さすがにこの長い間ね、リップルってのが、コインマーケットキャップで上位にはいるんですけども、なんかね、進化らしい進化がないといえばないんですよ。で、そういった意味で、リップルに魅力を失うのも、まあ、無理ないことかなと思うんですよね。まあ、どういうふうに判断するかっていうのはね、それぞれ分かれるところだと思いますけども、私はもうちょっとリップルをね、信用してみようと思いますが、一気に急に売るってことも考えられます。というのがね、やっぱり堅調に推移してて、リップル以上に、まあ、見込みがある暗号通貨あるわけですよ。で、分散してこうやって考えていくと、結構意識が取られたり、時間を取られたり、いろんなニュースを見ちゃったりするんで、まあ、この際ね、なんか妙な詐欺要因のあるものっていうのは手放してもいいのかなとは思うんですよね。そう思いながら、まあでも結局、売ろうかなっていうものと、このまま持ってようかなっていう気持ちのせめぎ合いですからね。だからある時、この傾きが売ろうかに急になることもあるわけですよ。まあそういうのもありますんで、私もリップルがね、絶対だと思ってるわけじゃないんですよ。疑いながら持っているって感じですかね。じゃあ次ビットコインです。ビットコインにつきましては、まあこのまま堅調に推移していくのかなと思いますよね。まあなんせ売り圧力がちょっと考えにくいわけですよ。これね、少しずつ買われてますよね。で、下がっちゃそれを押し目にしてさらに買われるっていうことが続いてます。30日とか見たら本当顕著なんですけども、この上げトレンドっていうのは FX でいうところのね、もうこれ継続なんですよね。もうずっとですよ、多分。180日でも継続ですよね。1年見てみましょうか。まあこうなってますからね。これが急落することはなかなか考えにくいかなと。まあテクニカル的にはこれもね、イケイケどんどんなわけですよ。もう考えることはありません。ビットコインは買い増さないまでも、このまんましばらく持っておこうかなと思いますよね。まあどこで売ってもね、大利益なんで、これは。まあ自分の目標利益に、もうだいぶオーバーしてますけども、まあこんなところで決済してもいいのかなと思ってるのがビットコインですね。ADA、30円台行きましたね。もう本当ありがとうって感じです。本当に宗教のように信じてる暗号通貨があるとしたら、私はこの ADA ですね。これは言うことないです。30日足で、ここのところの急騰ぶり。そして90日で見てみると、こうですよね。ただし、1年で見てみるとどうかなというところです。1年だったらまだかな。マックスで見ると、そう、この価格があるんですよね。だからこの120を超えた筋、1ドルちょっとのところまでは、まだ上げポテンシャルがあります。ただこれがね、
前回のこの今左側に見えている山切りみたいに一瞬で起きることではなくて、それこそね、うん、ちょっと時間必要なのかなと思います。ただ A だってのは私と同じように宗教みたいに持ってる人いますからね。だから売り圧力っていうのはかなり弱いんじゃないかなっていうのと、あとステーキングがありますんで、ステーキングされてる方はまあ手放すことはないでしょう。このステーキングがね、あのあらゆる暗号通貨の中で最も安定して最も信用できる、これがね ADA の人気の一つに加わったんじゃないかなと思うんですよね。しかもこのステーキングってのは多分 ADA が一番最初に言い出した概念だと思うんですよね。はい、じゃあ全体見てみましょうか。ビットコイン、イーサリウム、それからテザーっていうのが人気ですけども、テザーっていうステーブルコインはねどうなんですかね、いきなり崩壊するんじゃないかと思ってます。お、ライトコイン上がってますね。リップルも復活の兆しを見せてますけども、まあランキングだいぶ落ちてきました。このランキングがこれからもね落ちていくんだろうなと思います。多分ね10位圏内から外れますよ。でポルカドットみたいなちょっと聞いたことがないような通貨が力をつけてきましたよね。これはだから私がねこれから乗ってもいいかなと思うやつなんですよ。で ADA は急騰しております。このまんま、去年お話したようにね40円の水準に乗っていくのはもう少し時間を置いてから、夏前ぐらいじゃないですかね。ちょうど東京オリンピックあるかないかって時には ADA が40円になったねみたいな形になっていると私はこの今までの推移から見てね計算しております。ビットコインキャッシュもここに来て盛り上がってきましたね。ある時はビットコインがなくなってビットコインキャッシュが台頭してきて、ビットコインキャッシュが将来ビットコインと呼ばれるんじゃないかなっていうふうな話もあります。でバイナンスですね。バイナンスはある日突然なくなるというふうな懸念を私は持っております。だからバイナンスには私ねなかなかなるべく近づかないことにしてるんですけどね。なんでそう思うのかってことは、まあ、今までも何度かお話してきましたけども、また改めて動画作っていきますね。チェーンリンク、これも実はずっと目立たなかった暗号通貨なんですけども、ここに来てね、勢いを出してきました。これはですねやっぱりこう暗号通貨のトップ10の入れ替わりの時期が来たってことなんですよねきっとね。でビットコイン、イオス、モネロ、セルシウス、シータ、トロン、シータ、トロンなんてあたりもかなりいい暗号通貨ですよ。これトロンなんてのはねちょっと多めに買っといてもいいんじゃないですかね。そしてネムですね。ネムは私は暴落して5円前後の時にしっかり仕込んだんですけども、すでに5倍になってます。ありがたいことだと思います。やっぱりねネムって事件が起きた後に知名度が上がったんでそれなりに注目されたんですよ。その注目に私はかけましたね。それが今5倍というね、価値になって帰ってきたなってことですよね。これもだからいつでも決済したい暗号通貨です。危ないかなと思ったんですけども、大きく値下がりした時に底値で買うみたいなことができれば幸運なんですよね。このネオってやつもそうですよ。フォービトークンってのもあるんだ。これ知らなかったな。バイナンス USD ね。アイオータなんか体の塔組んでこれから、そうだ、体の塔組んだから値段上がりましたね。だからアイオータと体のが似たような値段になってくると思うんですよ。こっちが39円52銭でしょ。で体のがどこだったかな、8位かな、7か、これが31円と、これ似たような価格になってくるんじゃないですかね。だから動きも似てくると思いますよ。体のとアイオータ。アイオータね、私もね、体のかアイオータ、どっかで、競争になると思ったんですけども、なんかちょっと仲良くなったみたいな情報ありましたね。まあ言うことないなと思います。寿司ってのがいいですね。お寿司ですね、これね。オーマイガットみたいなのもありますし。はい、なかなか面白いですね。はい、というところなんで長々とダラダラとお話しましたけども、私の信じるコインはADAコイン、宗教みたいに信じてます。でビットコインは一番信用できる当てになるなと思ってますよね。それであとはね、なんていうんですかね、あれですね、XRP、 これはねもしかしたら私の暗号通貨数ある中で最も大きな損害を出す通貨なんじゃないかなと思います。だから今決済してもそれはそれでいいのかなと思うんですよ。もちろんね70円台の時に全決済してればもう生成してたんですけども、私もっともっとね XRP のことを高く見積もってたんでね、70円ぐらいじゃないだろうと思ってたんですよ。さすがに200円300円になったら売ったと思いますけども、
過去に400円までなった実績ありますからね。ただあの400円が歌方の仕組まれたもんだとしたら、私はちょっと踊ってるような気がするんで、ちょっと冷静にね、ここは本当に XRP、そこまで自分は魅力を感じてるのか、考えていかないといけないかなと。ちょっとね、ホールドの期間が長かったのと投入金額が大きいんで、ひいき目に見ちゃってるだけなんじゃないかなっていうふうにね、そういうふうな視点でも見ていかないといけないなと思ってるんですよね。じゃあ以上です。